ちた。コンペココロナウイルス3期生のサンダーペコラです。あー疲れた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 、一日3曲もダンス覚えないと無理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 、疲れた。うわやだ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 、寝たい寝たい、ペコちゃんは眠いだ。うわー今なら映画館行ってさ、あれ話が難しかったさ、あれ思い出すわ。なんかよくわかんなくて寝ちゃったやつ。ペコラね、一個だけあるペコなんだよね、寝ちゃったやつ。なんだっけな、めっちゃ難しかったんだよ、内容が。思い出せない。それで、あ、寝ちゃったと思って起きたのが一回だけあるんだよね。もう今、それ状態になりそう、こうやって。もう寝たい。今日はね、ダンス練習でちょっと疲れてゲームできないから、映画見よう。のんびりまったり。体がしみるぜ。なんて言うんだっけ、先生にも言われたんだよな、ダンスの先生にも。だからペコーラがね、3曲目を、覚えて、終わったぐらいに、膝をね、ペコーラ痛えなと思って、そう。膝痛えなと思いながらさすってたの。そしたら、あー、ペコーラさん、それは、乳酸菌、だから乳酸がね、溜まってるから、お風呂入ってマッサージして、つって。なんか、足をね、逆さにして、乳酸のなんかなーって言ってた。初めて3曲もう1日で終わったの。終わったのってか覚えたの。思った以上に、やり終わった後が眠い。いつもあんたたちはこういう気持ちなのかな。何時間ぐらい？ 12 時から7時。今日は12時から7時までずっと3曲。あーいい。くーきゃ。あー。てなわけでね、今日はちょっとペコちゃんの体力的、体力的に持たないということで、同時視聴をね、シェアした。またなんか見よう。ペコちゃんが多分今月は、体力が持たない日が多いと思うペコだけど、でも、まあ来週、もう今日みたいに、お、ダンスがやばい日はもう、そんなない、てかないはずだから、きっと大丈夫。そうだよ、明日も忙しい、明日も外だよ、てかもう。ずっと外、これから土日は昼はジャッジアイズアルペコだから出ないけど、マジでもう10月月曜から金曜は常に外。でも体力つきそう。てなわけでね、もう12時半か、寝よう、みんな一緒に寝るんや。てなわけでまたお会いしましょう。おつペコでした。バイバーイ。おやすみ。